キャメロン・アーサー・ラップは、アメリカ合衆国テキサス州コリングンプレーの出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のクリーブランド・インディアンス参加所属。愛称はスペイン語で、七面鳥を意味するパーボ。2007年の MLB ドラフト43巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、契約には至らなかった。2010年に MLB ドラフト3巡目で、 フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月21日に入団。契約後、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプロデビューし、55試合に出場した。2011年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレーし、99試合に出場して、打率27、272、4本塁打、44打点を記録した。2012年は、 a 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし、104試合に出場して打率、267、10本塁打、29打点を記録した。2013年は、a 級レディングファイティンフィルズで開幕を迎え、41試合に出場。打率、245、8本塁打、21打点の成績で、6月上旬にトリプル a 級。 リーハイバレーアイアンピックスに昇格。53試合に出場して打率。269、6本塁打、24打点を記録した。9月3日にメジャーに昇格し、9月10日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。8番、保守でスタメン起用され、4打数1安打だった。この年は4試合に出場した。オフは教育リーグのアリゾナフォールリーグに参加し、 ピオリア・ハベリーナズに所属した。2014年は出場機会を増やしたが、打率200未満に終わって打撃面では結果を残せなかった。だが、守備面では300を超える投塁阻止率を記録してチームに貢献した。2015年6月23日のニューヨーク・ヤンキース戦でメジャー初本塁打を記録した。この年は、 カルロスルイーズに代わって出場する機会が激増し、81試合でプレー。打率は233と低かったが、二塁打と本塁打をそれぞれ9本ずつ放ち、パワーを発揮した。守備面でも高い実力を発揮し、80試合でマスクをかぶって4失策。守備率九十三、DRS プラス六、投塁阻止率セントーという、 高数値をマークした。2016年は、正保守の座を手中に収め、105試合に出場。打率25、252、16本塁打、54打点、1盗塁という成績のほか、2塁打も26本放った。2017年は88試合に出場して打率、217、14本塁打、34打点、1盗塁を記録した。 2018年3月25日にリーフとなり、翌26日に自由契約となった。2018年4月3日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。移籍後は参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、32試合に出場して打率。274、8本塁打、26打点を記録した。 6月1日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した。2018年6月4日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。7月11日に自由契約となった。2018年7月16日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、 参加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2019年1月24日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月9日に金銭トレードでデトロイトタイガースへ移籍した。開幕後は参加のトリプル a 級 トレド・マット・ヘンズでプレーしていたが、5月13日に自由契約となった。2019年5月18日に、オークランド・アスレチックスとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ラスベガス・アビエーターズへ配属された。オフの11月4日に FA となった。2020年2月7日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。パワーメンで2012年から2013年にかけてマイナーながら2年連続で2桁本塁打を放った長打力がある。守備力は全体的に高く特に強権が持ち味。2013年から2015年までフィリーズの指揮を取ったラインサンドバーグからロケット砲のような方であると評されたほか フィリーズ島主人からも評価された。ありがとうございます。